はい、じゃあそうしましたらですね、ご回答いただくときにお名前並びに、役職をですね、ご紹介いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。この250に上げるということは重大なことだということは、これはご認識はあったんですか。まあ、私その時 の直接の係の担当官ですので、はい、まさにその時の心情を申し上げますけれども、はい、これは偉いことだというのは本当にそう思います。で加えて、こんな言い方するんですけど、これまで100と言っているのを引き上げると、具体的には官邸からそういう要請もあったというのもありますし、その中で助長発信があったというのも事実ですけれども、私としては自分の首がかかるぐらいの話だろうというふうには認識しながら仕事をしていました。計算の方に聞きたいんですけど、その250に上げるとあかんでという話はやはりそちらの方からされるわけですね、こういうところ。はい、すみません、そこの意思決定についてはちょっと私はちょっと指示を受けたものですね。ちょっとそこの確認を指示をした人は誰ですか。もちろん我が当初の上のものから。いや、具体的に部長、局長。いや、私の直接の上司である企画調整課長、企画調整課長直接の上司である。その占領基準を上げるということで問題をですね、乗り切ろうとするのか、それともですね、労働者の健康を守りながらですね、この事態を乗り切ろうとするのかということについて真剣な議論が行われているのかどうかということが非常に疑問だと現時点でということなんですよ。思い切って人員を投入する方法をですね、戦略的に考えないと福島の事態は収束しないし、リスクの大きいことを非常に少人数が背負い込ますことになる。でこれはまずいと大変。今当時どうやったかをちゃんと検証していかないと、次から次にどん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 50を今度100、100、250を300、300、400っていう、それがその場しのぎの対応だって批判されてるわけでしょ。どういうデータに基づいて、どういう人たちがどういう議論をして決定したのかをはっきりさせないと、そこが場当たり的だって言うんですよ。それが全く明らかにされないままだから、みんななし崩し的にかまされることを危惧してるわけです。分かってるでしょ、言うてるに我々が。だから3月から4月、5月までね、でどん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 新しい、前から分かってるはずのことを当然がもうバレてしょうがないことが小出しになるわけじゃないですか。私は非常に正直に申し上げます。100から250に上げることも、50から100に上げることも、私個人としては反対です。これは労働者の保護という観点からは決してあってはならない話だろう。しかし3月、250に上げたのは3月14日の時点です。1号機が爆発して水素爆発の映像が流れた。でちょうどその話があった前後してですけど、3号機も爆発している映像が流れました。で私はそんなに工学的な現象とか詳しいわけじゃないですけれども、あの映像がもたらす事実というのが何を意味するのかというのはある程度は予想がつきます。それはもう弁とするしないというレベルではなくてですね、とにかく一点に集中して何かをしなければいけない事態と、そのためにはある一点の犠牲ももしかしたら厭わなければいけない。でそういう意味で私は、自分のポリシーとかと全く別に250に上げるということについて本当に自分の首がかかっていると、その時確保しています。でその上で250に上げた、これは緊急作業、本当の意味での緊急作業だから250に上げている。で一方で50の緩和というのも人員確保の観点から100に上げている。でしかしながらこれはミニマムなものであるべきだと思っています。もう本当に最小限でなきゃいけない。でこれがどこまでも拡大解釈されるということについては、もうこれは本当に私は反対ですし、250から500に上げるという議論が仮にあるとすれば、500なし、ICRP の2007でいけば1000というのも選択ももしかしたらあるかもしれない。志願すればそんなの無制限なんて話もあるかもしれない。仮にそんな話が出たら、私は本当にそれは一担当官の意見としてですけど、全身全霊かけて反対したいです。で、そういう考え方は、一担当官と言いましたけれども、基本的には厚労省の中の通定している労働者保護ということが立ち上がって通定した考え方です。今福島に入っている会社の名前のリスト、それから全国の原発に入っている会社のお名前、リスト、どんな作業をしている、どんな人が入っている、この1600人だけじゃなくてね、今、福島7000人が入っていると聞いたんだから、50ミリ暴露されたというかなり高い、非常に高いですよね。それ以下でもね、20ミリシーベントと50ミリシーベントの間でも暴露された方々のリスト、ちょっと、もっとこんな曖昧な情報じゃなくて、もっと詳しく出してくださいよ、そもそも。
そういう、またバンドですとかですね、バンド別に出すとか、っていうのは、多分どこかの段階では必ず問題になりますし、将来的にも問題になるでしょう。で、我々も正直に、本当にこれは正直に申し上げれば、全容をつかみかねてるっていうのは、これも事実です。実際どういう人間がどういうふうに入ってて、どういう仕事をしてるのか。まあ、それは発生してから3ヶ月経って、未だにそんな状況なのかって言ったら、もう本当に申し訳ないとしか言いようがないですよ。それをいかにして、今これからデータベースをきっちりと揃えて、入ってた人を個人個人を管理して、その後しっかり健康管理、そのやっていくのかっていうのは、我々の一番の課題だと思います。そのためのデータは今、収集を図っていると。で、その結果としてですね、本当に今おっしゃっていただいた通り、どこかの段階では、これはこの人はこういうことをやっていてっていうのは、もしかしたら出ていくかもしれない。ただ、今の段階で申し上げると、答えられるのは、個人情報の壁なので、今はごめんなさいとしかちょっと言いようがないです。普通、人を出してくれと言われているときにですね、日当何本にするかとかですね、いくらでやるかとかですね、そういうことはきっちり言うて仕事を頼むんですよね。そういうことすらきちっとされてないということはご存知ですか。要するに協力会社が下請けに仕事を出すときにですね、こんだけでやってくれということが言えないまま仕事に重ねているという実態もあるということが僕らは耳に入っているわけですよ。この仕事を受けなかったらね、今後仕事をやらせないぞというふうな形での人集めが行われている。その時にもじゃあ行ったらいくらになるんだと言ったら、それは言われないと。暫定だね。実際に話してもらって、悪いんだけど、そういう話は僕はたびたび耳にしてるんだけど、正直僕のところも依頼来たんですよ。その時に、要するに人間危ないところに入れるんだから、それに見合ったお金を払わなきゃいけないよって話をしたわけですよ。さら向こうはその暫定払えばすると、金額は決められないと。意味わかりますこの意味。要するに上の会社がそれだけの金額を示さないということですよ。だ暫定でそっちに払うと、それはいくらになるかわかりませんよと。で、仕事が終わった時点で最終的に調整しましょうって話なんです。そういう話って信じられます。7時や8時じゃないよ。僕の話はこれは算定したわけだ。最後だよ現実的に。これちょっと加藤さんと見てみて、監督でもし分かってることあったら。だから、そういう、だから今はね、僕端的に言っちゃうけど、熟練工何人入ってるわ、あの中に。原発の中から。各原発で。まっきり素人さんもいっぱい入ってるでしょ、多分。全然畑違いの仕事をやってる人間が来てね、いきなりこの仕事やるってできますもん。100% できないわけ。それは熟練工じゃないとできない仕事あるから。例えば、トビだったらトビ。ね、配管工は配管工、溶接工は溶接工で、そのちゃんと免許を持ってる人間が入ってるならいいよ。実際的には違法行為の作業を全部やらしてるでしょ、僕が知ってる限りでは。完全なる免許を持ってやってる人なんかいないよ。悪い、今入ってる4000人の中で何人免許を持ってやってるかって、あなたは全部確認した方がいいと思うね。これについては違法行為なんだよ。これはわかります。8時下請けなんてね、従属関係だよ。悪いけど、お前あれやれよ、お前しね、オーバーしたってお前やんなきゃダメだよって、やんなかったらてめえとこみんなね一生食えなくちゃう。そういう脅しも入るって。実際に重層構造がある中で人間をどうやって掴むのかっていうのは本当に大きなテーマだと思ってます、それを1時2時ぐらいだとまた分かりました。3時4時5時6時でいくとですね、どんどんそもそも会社そのものがないとかってケースが当然あり得るわけです。これどういうふうにしたらいいかっていうのは我々の今後の大きな課題になってくると思いますけど、私が個人的に思っているのは、例えばそれは周知広報という形で、その人から来てもらうというのも多分大事なことなんだと。石渡でそういうことやりましたけど、本当にそういうことを働いている人がいるのであれば申し出てくださいというのは多分一つの方法だと思います。これそれ私の今3時だとか7時8時の話しますけど、先ほど加藤さんちょっと自信ありげにですね、1時2時なら分かるが3時以降になることをおっしゃいましたよね。私実は今日本人を連れてこようと思ったんですけど、1時下請けの方の実態をですね本人に訴えてもらおうと思ったんですけれども、3月14日でようやくお役御免になって、退職をして、その後その同僚の方々も、実は退職に追い込まれて、第一原発を離れました。今その人は私が東京で世話をしておりますが、まず、この方はですね、水素爆発の時に、ちょうど近くにいて車ごと吹っ飛ばされた方。5月の第2週に、もしよかったらホールボディカウンターのチェックを受けさせてあげるけれども、どうだろうという連絡が来ました。5
5月の29日にいわきまで行って受けてきたそうです。で、僕はどうなんでしょうという当人の問いかけに対して、すいませんが、あなたの測定値については東電の方に挙げて、内容についてはお知らせすることができません。しかるべき後に東電の判断によってお知らせすることがあるかもしれません。当然いわきまでの東京からの交通費自腹です。そういう情報は我々の現場の人から聞かないと本当にわからないわけなので、こういう範囲でこういう話を聞けたのは、我々の力不足を痛感すると同時に本当にありがたいと思います。今もとりあえず全部メモしますけど、あずもとですね、その労働者にその被爆線量を通知するというのは、それは被爆管理 その一番根幹の部分であってですね、通知するというのは当然のことだから、電流処分の中にそれに類するものというのが出てくるわけで、それはやってないというのはそれはそれでおかしい話であると。で、これは我々としても本当に申し訳ないとしか言いようがない話ではありますが、そんなことは当然やってるんだろうという考え方が当初あったのも事実です。今はそんなこともできないんだという考え方が変わっている。それが常識にないことは頭に置いて動かれました。それは本当に教えてもらえないというで、そこを、なぜかというところは確かにあると思います。確定してないから、まあ、ただそれにしてもそれがいつまでもというのはまずありえない話なので、そこは事実確認、それ今の情報で大体分かりましたので確認を。ただ片野さんな、それは普段からそうやからこういう時もそうなんやっちゅう頭で考えてもらわなかった。わかりました。実証100から250、あるいはまあ500ミリシーベルトを緩和すると、まあ、いうようなことをやってしまった以上ですね、まあ被爆労働は避けがたいという状況をやはりその作ってしまっているわけですね。で、我々としては今後やはりもう一回元に戻して、そして、やっぱり全国からですね、この福島第一を何とかしなければいけないということで、やはり集中をさせていくと、まあ、そこで技能者やあるいはまあ働く方たちもですね、やはりその福島第一に全国のやはりその原発施設から、ね、来ていただいて集中していただくと、まあ、それで他のその原発がある程度動かすことがそのまあ実証できないということであったとしてもですね、それはこの危機をどういうふうに我々が乗り越えていくのかということのまあ一つのまあ結果として生じることであって、今このやはり状態についてはですね、そういうことをしなければいけないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、結果的に線量の規制についてはやはり元に戻していくということが必要だという私は思いました。福島原発での収束方針の中で人員の確保と、これはやっぱりオールジャパンということで考えるならば、各原発の人的資源を最大限振り向けて原発を止めてでもですね、やるんだというところはないですよね、まだね。で、それをやる、もうやるしかないと。なければもう悲劇は必ず福島の人たちに集中して、またそれは福島で、ほとんど労働者は福島の人ですから犠牲を押し付けることになると。で、そういうことを今しつつあるということを分かってもらうという今日は話をしています。で、やっとみんなが頑張る、あんたそういう人たちのことを真剣に考えていることを分かれば、それはやっぱり働いている人も勇気を持ちますからね。今のままでは勇気は持てないと思いますね。だから実際働いている人が勇気を持てるような声を周りに上げていくことは必要でしょうね。そういうすごい気持ちがしました。現場で働いている人たちが勇気が持てるようにみんなが考えないといけないということですね。以上です。